おい、和樹、学校はどうだ？ああ、普通だけど。普通ってなんだ？お前パソコンで遊んでるんじゃないだろうな。誰のおかげで学校行けると思ってんだ？そんなんじゃ金出さんぞ。いや、学校の課題でさ、進路調査の用紙今記入してるんだ。もうそんな時期か。まあお前の行く学校は決まってるぞ。え？どういうこと？頑張って東京大学に行くんだ。東大以外の人間はゴミだからな。僕行きたい学校があるんだけど。いいか和樹、いいかだ。お前ならできる。だから父さんの言うことを聞くんだ。いや、でも。いいから言うことを聞け。お前みたいな出来損ないは父さんの聞いたとこに行くんだ。そんな。あんまり言うこと聞かないとまた殴るぞ。なんだその反抗的な目は。やっぱりあの女と付き合ったせいだな。なんで知ってんの？スマホ見たからに決まってるだろ。あんな子はうちに合わん。父さんが直々に向こうの親御さんに電話して二度とうちの子に声をかけないように言っといたからな。なんでそんなことするんだよ。当たり前だろ。お前は自分では幸せになれる力がないんだから、父さんが導いてやるんだ。感謝しなさい。てめえいい加減しろや。今なんて黙って聞いたらベラベラ人の人生決めやがってよ。てめえ俺のおもちゃだ。そんなに人の言うこと聞かせたことならよ、犬でも飼っとけ。お前誰に口聞いてると思ってんだ。てめえに言ってんだよ。目の前でいても理解できねえポンコツかってんだよ。あ、進路も恋人も俺で決める。あ、なんだそれ。束縛激しいメンヘラなんでもそんなことしねえよ。神にはなったつもりかてめえは。お前大学の金出さんぞ。そうやって何かあると金でコントロールするよな。大した稼ぎもねえサラリーマンのくせによ、年収1000万を超えてね、冴えねえおっさんのアドバイスって誰が幸せになれんだよ。幸せなのはお前の頭の中だけだっつの、バーガー。ふざけんな、ぶん殴ってやる。あ、暴力か。いいぜ。てめえの拳と職人の歯、どっちが強いか勝負するか。なんだと。一発でも殴ったら警察に電話してるからよ、覚悟しとけ。拘置所で頭冷やして食うか。ちなみにお前が大学の金出さないんだったらよ、自分で出すからいいよ。今時便利だからさ。パソコン1台あればいくらでも稼げるわけ。なんなら今から児童相談所行こうか。あんたとここにいるよりよ、そこで集団生活した方が100倍マシだからよ。俺はいつでも確保できてるよ。お前どうすんだよ。そんな反抗するのは良くないぞ。んだと、やんのこれやろ。おい、聞いてるのか。おい。あ、ごめんなさい。人がせっかくお前のために言ってるのに何なんだ一体。だからお前はそうやって。いい加減にしろよ。和樹の配信へようこそ。いかがだったでしょうか。毒親の特徴盛りだくさんだったので、これはあるけどこれはないよなみたいなね、ことあったと思いますけども、まさにあれは子供の人生を狂わせるようなゴミのような親、毒親の特徴です。今回の後半では毒親の4つのタイプ、特徴を説明し、じゃあどうすればいいの、自分の親が毒親だった時にもうどうすればいいのかということについて詳しく解説いたします。というわけで、毒親の4つのタイプ、まず1つ目が過干渉タイプです。部屋でやっていることから学校の様子までも何から何まで聞いてきて口出しをしてくると。で、ひどいものになると付き合っている人とか進路にまで干渉してきます。先ほどのコントを見た中で、いや、こんなんおかしいだろ。漫画の世界だろって思う人もいれば、これうちの親なんだけど、なんかおかしいとこあるのってね、両極端に分かれたと思います。結局、親離れならぬ子離れを親がしていないんですよね。自分の子供というのは自分が幸せにしないと幸せになれないんだと。力がないんだって信用してないんですよ。本来だったら人間は失敗して、でもまた頑張ろうって言って強くなっていくじゃないですか。でも過干渉タイプというのはその失敗すらさせてくれないので、いつまでも子供が大人になれずに成長しないということになってしまいます。そして2つ目が支配タイプです。過干渉の親が力を持つと支配タイプになってきますね。お金で子供をコントロールしだします。言うこと聞かないと大学の金出さないぞとか、確かにそれは子供からしたら痛いですよね。で、結局4年間大学の金を出してもらうために親の元にいると。すると0歳から22歳まで多感な時期にずっとそんな親にいたら人格狂うよね。ずっと親の奴隷になり続け、将来結婚した相手にも迷惑をかける可能性があります。ぶっちゃけた話、今時パソコン1台あればいくらでも稼げるんですよ。特に動画編集なんてもう1年あったら余裕で稼げます。だからこそ早いうちからちょっとずつ稼げるスキルっていうのを身につけておいてください。またこの支配タイプが学歴至上主義だとまたもやめんどくさいです。子供に求めるハードルが高すぎて、東大に入れなかったら負け犬だと言われ、頑張ったけども結局東大に入れず、家族からはゴミ扱いなんてのは結構漫画だけの話じゃなかったりします。そして3つ目、虐待タイプです。先ほどの支配型がさらに暴力的になったタイプですね。それこそ男子で柔道とかラグビーとかやって体がでかくなったらね、やり返すことできるんですが、そんな子ばかりじゃないですし、女の子だったらやっぱりどうしても親父の力に勝つことって難しかったりするじゃないですか。なおかつもうやられ続けて気が弱くなってますから、なかなか反抗するってのが難しいです。でもここまで来ると正直警察案件です。110番に通報するか、親戚のがたいのいいね、おじちゃんとかお兄さんに助けてもらうのが一番です。ただ、この虐待タイプ、警察が来た時も暴れていたら、警察が連れてってくれるんですが、いや、ごめんなさいね、うちの子がいたずらでかけてみたいで、とか言ってね、外面は良かったりするので、そうなってしまうと、警察は、いや、そんな気をつけてくださいねって注意するだけして帰っちゃうわ。そしてまた、家でてめえ何通報してんだってボコボコにぶん殴られる。なんてことになってしまいます。頻繁に殴られるようでしたら、児童相談所や親戚のもとに逃げてください。また、コントの中では、刃物のようなものを持っていましたけれども、リスクが高すぎるので、あれは、なるべく本当にやめてください。基本的に向こうは、こっちのことを舐めているので、反抗したら倍以上になって帰ってくるんですよ。それでも、任せられるようにガッて言えるんだったら、向こうはちょっとずつ静かになっていきますが、やっぱりやられ続けてる過去があるから、それってなかなかできないじゃないですか。逆に、バッて刃物のようなものを持ったはいいけれども、その刃物のようなものを奪われて、怪我をさせられるようなことになったら、ひとたまりもありませんので、自分、やり慣れてるんで、とかじゃなければ、刃物のようなものを使うのはやめましょう。マジで本当に殺されるとかだったら、例外かもしれませんけどね。そして最後4つ目のタイプが放置タイプです。ネグレクトってやつですね。ご飯を作らない。家事、育児、炊事をやらない。自分は遊びに行ったりとか、スマホばかりで、子供の人生に全く関心のないタイプです。前半のコントの中では散々干渉し続けたので、いきなり放置ってね、意味わかんないって感じですから、このタイプは紹介しませんでした。ただ、この放置タイプというのも立派な虐待であり、毒親です。子供の幸せを第一に考え行動するのが親の義務です。それを怠る奴は親である以前に人間じゃないですよね。鬼か悪魔です。同情とか期待とかいうのを投げかけるのはやめましょう。じゃあ、自分の親がもうそういう毒親タイプだったらどうすればいいのってことですよね。詳しい具体的な方法、手続きというのはこちらの動画をご覧になっていただきたいんですけども、今回は簡単に2つだけ説明します。まず1つ目が経済的な自立を身につけるということです。以前、発達障害が会社に行かずに稼ぐ方法という動画を出したんですが、この動画の中でどうすれば一人でスキルを身につけて稼いでいけるのかということが書いてあります。他にもライティングとか動画とか、発達障害向けって書いてあるんですが、発達障害持ってない人でもバッチリ使えるような情報がたくさん入っているので、経済的な自立を身につけたいという人はぜひこの動画を見てほしいです。もし可能なのであればバレないように、もしくは嘘をついてでもスキルを身につけてクラウドソーシングとかで稼げるようにしておいてください。なので、理想を言うのであれば、そういったスキルを身につけて、大学入学しても出てくるぐらいですかね。いいよ、大学費はこっちで払うからっていう風になれば、やっぱり心強いじゃないですか。もう最終的な結論から言っちゃうと、毒親とは距離を取るのが一番なんです。ただ、何もないっていうのはとても心細いですし、どうしてもお金は大事ですので、自立できる強さというのを磨いていきましょう。そして2つ目が、児童相談所や親戚のもとに逃げるということです。勝手に進路決められたりとか、殴られてたら、ね、大学に行くまで待つなんて言ってる場合じゃないですよね。なるべく早く自分がいられる場所というのを見つけ、逃げていきましょう。本当にひどいとかだと殺されたりとか、強姦とか普通にありますからね。最初はちょっと辛いかもしれないけども、児童相談所で、みんなでタコ部屋で一緒に寝るであるとか、本当に助けてくれそうなおじいちゃんおばあちゃんがいるのであれば、そっちにとにかく逃げるなんてことをね、考えてみてください。詳しい手続きであるとか、具体的な方法なんてのはね、先ほど紹介したこちらの動画見ていただければ、おおむねわかりますので、ぜひ参考にしてみてください。また、今日の動画に関連して、毒親チェックリストですとか、毒親なのは発達障害のせいだなんてね、動画いろいろ投稿しておりますので、ぜひチェックしてみてください。今日の動画がいいなと思った方は、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。また、僕は毎日20時過ぎぐらいから YouTube ライブを行っております。悩み相談であるとか、面白おかしく雑談なんていうのをやっておりますので、なんか人生面白いことないかなとか、大変だなという方は、ぜひご覧になってください。僕も結構ひどいね、毒親だったんですけども、今はその経験をもとにこうやって発信しています。見てわかるようにね、楽しくハッピーにやってますんで、あなたは絶対に幸せになれます。だからこそ、最後まで絶対に諦めずに、共に幸せになっていきましょう。あなたの幸せ、これより応援しております。以上、かずきでした。